こんにちは、カーピです。プロスペースのプレー歴は約6年、その間の成績はこんな感じ。今期からコストリーグに参入して小田強化頑張ってます。プロスピセレクション第1弾が登場しました。ただ今回のセレクションどうしたのって思っちゃってるのが正直なとこですね。カープからは秋山選手が登場したんですが、いや、称号ミートインにも届かないとは思わなかった。全道地は引き続き可能っていうことで、カープ人生シリーズ&コンボ事情、これまだまだ分かんないなって状況ですね。はい、これは2023シリーズ1のカープ人生オーダーの構想です。未登場の選手も含めてこんな感じになるんじゃないかなっていう予想なんですけど、ここでは PS で田中康介さん、丸さんが出てくるっていう想定で考えてます。この表ではミート型9名、パワー型7名、走力型6名となってますけども、どれも8人コンボいける可能性があるでしょう。いわゆるミート型8、パワー型8、走力型8、888を組める可能性があると思いますね。例えば DH には TS 松山さんも入れてますけども、松山さんの通常 S が出た場合オール同時にできる可能性もありそうで、はい、これは D ランクの松山さんなんですけど、この能力のままで S ランクが実装されると星4電光石火でオール同時になります。ってことでオール同時松山選手の登場を想定してオーダー構想を考えたのがこれです。はい、この通りですね。ミート型、パワー型は8名乗って、総力型はあと1人で8名乗ると。追加選手次第では888いける可能性が高いでしょう。ってことを考えていくと、このセレ秋山選手、全道地まで決めておきたいところでしょうね。はい、他球団の選手も一言触れておきましょうか。オリックスからは森友哉選手、ミパプラス1アップ査定ですね。ミートへ乗っけやすくなった。オスナ選手、球威性球威どっち可能なスピ4400、リーグ的には1番の当たりまであるでしょう。最強戦に A ランクが間に合うかどうか。佐藤選手、能力これどうしました？去年の覚醒とほぼ一緒、査定忘れていたまであるな。浅村選手、査定変更はなし。私立の能力ちょっと心配ですよね。そういう意味でも今取っておいてもいいのかもしれません。佐々木選手、球威制球系163、現環境ではリーグ最強先発ですね。清宮選手、初めてパワーが可能になった。ただちょっと登場自体に不思議な感じはありますが。ヤクルトは清水選手、TS に覚醒に、エキサイティングにセレクションに。ヤクルト最近リリーフばっかりな気がする。宮崎選手、もうちょいミート上がると思ったな。村上選手、オールドーチで登場。ここはプレミアつけてきましたね。その分佐藤俊さんの不遇も目立ちますが、戸郷選手も査定アップはなし。全体的にもうちょっと査定動いてほしいと思っちゃうな。最後に中日、細川選手、ここ大幅強化入りましたね。よかった。じゃあここからガチャいきましょう。30連までは更新待機で回していますんで、追加の40連からですね。90連まで、もしくは秋山さんが出たら終了で。ちなみに30連までの結果は S ランクが3枚、確定含む3枚で、セレはそのうち1枚だけ。ミキサーするならあと4枚セレクションがいるんですよね。この動画でミキサーまでいけたらいいんですが、もしくは自引きでいけたら最高っすね。頼む。これは何もなさそうだ。エースなしから座るか。 A ランク伊勢さん、たまってきた。 S ランク待ってる。エースなしからナイス。まあないわな。最後は武装。そう、ちなみに A ランクだったら坂倉さんが欲しいな。バズーカ移動値を決めないといけない。50連目。セレ第1弾、全体的に渋いっすよね。僕がリーグ目線でプレイしてるからそう思うのかもしれないですけど、ただ言うてもリアタイ目線でもそんな目玉感ないように思うんですけど、その辺どうすか。リアタイやってる皆さん、どう思います？さあ来い応援団。コヌ、このカステラ人気ね。ならばえザクザクで坂倉さんの絵。荻野さん、まあ極上なる、これはありがとう。いや、もうちょっと査定動くと思ったな。セレ一段おとなしいなって印象。60連目。さあ2回目の確定枠、サクとジチム引いて終わりにできたらいいんですが、てかそうなる予定なんですけどね。まあその場合すぐに動画終わっちゃうと尺でバレちゃいますね。すぐ終わってると秋山さん引いたんだってバレちゃうんで、後半どうしよっかな。さあ来い、ジチム演出来ないか。応援団来た、カメラ来い。あやっぱ人気ねえなこいつ。 A ランク2枚はないか。2枚は来た。 A か、最近阪神の A 多い。来た。くそ、煽られている。
ガスラにのちょくられている。最後は秋山さんで頼む。外れた。東郷さんこの間140球とか投げたな。私立完全スタミナ型になったりして70連目。はい、まあそう簡単に終わらせてもらえないですね。続けていきましょう。ところで6月末にボーナス支給された方も多いんじゃないですか。もしくはこれから支給という方もいるでしょう。皆さんはボーナス何に使うんですか。何に使うかコメ欄で教えてください。来たー、 S ランク。これセレクション来たか。いきなりマジかー。3回 S ランクで飲み行きして1回もセレ来ないのか。カステラのケチ、ひどい、ひどすぎる。人の所業と思えない。人じゃねえか。もう1枚ない。最後ピーカステラ80連目。はい、ボーナスの続きですけど、僕はですね、成城石井でちょっと美味しい食料をいっぱい買って幸せになるっていう、そんなボーナスの使い方をしました。今成城石井ポルボローネ食いながら動画作ってるんですけど、いやめちゃくちゃ満足度高いですね。皆さんにもおすすめしたい。いやー、3回 S ランクセラ外すのは痛いて、あまりにも痛すぎるこのピーカステラ。ほんで、ほんで最後、はい、90連目、ラスト確定枠ですね。ここで引ければセレ1段のガチャは終了。ここで止まれればもう一回成城石井でうまいもん買ってもいいかなと思ってるんですけど、外れたら日高焼きですね。明日のカープちゃんのご飯はどうなる。カメラー、くそー、これは引けなかったやつか。明日のご飯は日高屋か。安くて助かるからな。どこにでもあるし立地もいいしな。最後秋山さん頼む。やられたー、日高屋行ってきます。はい、6枚 S ランク引いて、ここだよな。これがセレだったら秋山さんだったのにな。まあいいや、次は追加ガチャ動画頑張る。とりあえず日高屋で餃子食ってくるわ。あざした。